どうも皆さん、ハリガネです。今日の動画は二流体ノズルのリムシリーズについての動画です。液とエアを混ぜて細かい霧を噴霧することができる二流体ノズルの中でもよく使われることが多いリムシリーズですが、お客様に最適な型番を選んでいただくために知っておいていただきたいことがあります。こちらに集めているのが UV のシリーズです。噴霧角度と噴霧流量の区分は全部同じで、噴霧の性能としては同じなんですけれども、アダプターと呼ばれるこの後ろの部分ですね、ここが違っているだけでこれだけ種類があります。それぞれのアダプターによって特徴や使いどころが異なりますので、今回はその使い分けについて解説していきます。それぞれのアダプターの名称、それから簡単な使い分けについてはこちらになります。それではまず T 型、N 型の説明から始めましょう。 T 型、N 型はアダプターの中では標準的で一番コンパクトな外観です。必要な時に噴霧をして終わると噴霧を止めるという使い方です。 T 型、N 型の2つの違いは液配管とエア配管の接続する向きです。取り付ける際に取り付きやすい方を選んでいただくのが良いです。次にワークが流れてきた時にだけ噴霧をしたいとか、何秒か噴霧をして何秒か停止をしたいというような使い方について考えます。先ほどご紹介した T 型、N 型を用いて電磁弁を設けると、そういった噴霧の調整というのはできるんですけれども、噴霧を停止した時にこの電磁弁からノズルの先までに残った水がポタポタと落ちてしまう、ボタ落ちが起こってしまったりとか、噴霧開始、停止のタイミングを細かく調整できないというような弱点があります。こういった場合に活躍するのがリムアダプターの中でも SPB、SNB シリーズです。この2つのアダプターはノズルに内蔵されているピストンをエアーの力で動かすことで噴霧を調整します。噴霧を開始するときにはエアーの力でピストンを押し込んで、こちら側に押し込んで水の流路を開きます。噴霧を停止するときには再びピストンが戻ってきて水の流路を閉じます。ノズル内部に液の流路を遮断する構造があるので、噴霧停止時にはボタ落ちを防いで、噴霧開始時には狙ったタイミングで細かい噴霧の制御というのができます。 SPB 型と SNB 型の違いについてなんですけれども、これはピストンを動かすためのエアーを専用で設けているかどうかという違いがあります。SPB 型がこのピストンを動かすためのエアーをパイロットエアーとして別系統で設けているのに対して、 SNB 型は噴霧エアーを分離させることでそのピストンを動かすエアーとしています。どちらもピストンを動かすためにはエアーの圧力が 0.2 メガパスカル以上必要です。そのため SNB 型だと噴霧エアーの圧力を 0.2 メガパスカル以上にしなければいけないという制限がつくんですけれども、 SPB 型であればパイロットエアーは 0.2 メガパスカル以上必要なんですが、噴霧エアーを 0.2 メガパスカル以下でも使うことができます。ここからどういった使い分けができるかということなんですけれども、二流体ノズルというのはエアーの力で霧を細かくします。その細かくなった霧というのはエアーの勢いによってワークに当たった際に周囲に広がってしまう、舞ってしまうという傾向にあります。この霧の飛散というのはエアーの圧力と関係があるので、なるべく霧の飛散を抑えたいという場合にはエアーの噴霧圧力を低くしていただくことが良いです。なのでこの別系統でエアーを制御している SPB 型の方がそういった霧の飛散を抑えたいという場合には適しています。一方で SNB 型の利点としては、別系統でエアーパイロットエアーを設けなくても簡単に応答性の高い噴霧ができるという点にあります。 SPB 型、SNB 型を使用する際の注意点なんですけれども、配管例として2つ挙げているんですけれども、SPB 型であればパイロットエアーの部分の電磁弁、それから SNB 型だと噴霧エアーの調整をする電磁弁、この2つは3方電磁弁を使うようにしてください。さてシチュエーションは少し変わって、リムを複数並べて異なる幅のワークに対して噴霧する場合を考えます。例えば今日はいつもより幅の狭いワークだから端のノズルだけ噴霧を停止しておこうというような場合ですね。こういった場合に活躍するのがアダプターの NDB 型です。 NDB 型は SPB、SNB 型と同じように中にピストンが入っているんですけれども、
特徴として後ろのつまみを回して調整することでピストンの位置を固定します。この構造によって先ほど言ったような柱のノズルだけ噴霧を止めるといったようなことが可能になります。ノズルごとにバルブを設けて噴霧を調整するのと同じ効果が得られるんですけれども、それよりもずっと配管構造を簡素化することができます。このつまみを回すという機能を使って噴霧量を増やしたり減らしたりということはできないことはないんですけれども、感覚的には少しつまみを回しただけでピストンが全開それから全閉の位置になるようなイメージなので、あまりおすすめはできません。それから噴霧量の把握などもできませんし、ということで噴霧量を調整する際には液それからエアーのバルブで調整していただくのが良いです。最後に噴霧方向を調整したいという場合、例えばノズルが垂直方向についているけれども斜めに向けて噴霧したいというような場合ですね、こういった場合に活躍するのが USBB、USNB、UNDB 型のアダプターです。これらはそれぞれ SPB、SNB、NDB の機能を持ちながら真下から噴霧方向を15度変更することができます。ちなみに T 型や N 型で噴霧方向を変更したいという場合には別途 UT アダプターを用いて噴霧方向を変更していただくこともできます。それでは最後にまとめです。精度の高い応答性は必要がないという場合は T、N 型を、応答性を高めた噴霧がしたいという場合の中でエアーを低圧にして霧の飛散を防ぎたい場合は SPB 型、接続をシンプルにしたい場合は SNB 型がおすすめです。個別に噴霧の停止を選択したい場合は NDB 型、噴霧方向を調整したい場合は USPB、USNB、UNDB 型がおすすめです。はい、最後まで動画をご視聴いただいてありがとうございました。この動画が良ければ高評価それからチャンネル登録もよろしくお願いします。また動画をより良いものにするためアンケートを実施してますので、そちらも併せてご回答いただけると嬉しいです。それでは